こんにちは、おさゆです。2024年2月金曜日から土曜日にかけて夫とホテルニューアワジに宿泊してきました。関西人で知らない人はいない超有名ホテル。あんなに素敵な場所だったとはつゆ知らず、初めて訪れた時から大ファンになり、今回で3回目のリピーターです。今回の旅行は特別なお祝いを兼ねていたこともあり、かなり奮発してスペシャルな贅沢旅にしました。動画は2つに分ける予定で、料金は2つ目の動画の最後に発表します。よかったら最後までお付き合いください。今回お世話になるお宿は淡路夢千景。車までお出迎えに来てくださり、入り口からではなく車から荷物を運んでくださいました。チェックインはこちらのフロントではなく、奥の広々としたラウンジに案内してくださいました。もうすでに特別感がすごいです。すごい、ウェルカムドリンクはシナモンスパイスティー。聞いたことないし、おしゃれすぎます。チェックインと館内の丁寧なご説明を聞き、お部屋に案内してもらいます。今回予約したのは特別フロアのリラク。4階と5階に専用のラウンジが2箇所ついています。オーシャンビュー側、和室12畳。ここまで広くなくてもいいかなと思うくらい十分すぎる広さでした。奥にはすごく上等なテーブル席。足元に浅く段差があり、テーブルも高めでした。この海の近さもホテルニューアワジの魅力の一つです。飲み物も十二分に充実しています。こんな数のグラスも見たことありません。有料ですが、冷蔵庫の中もこれでもかというほどに詰め込まれています。左がお手洗い、右が浴室。その向かい側に立派な洗面台。物を置いたりかけたりするスペースが充実していて嬉しいです。鏡も大きい。お手洗いもすごく広くて、ペーパーホルダーが2つあるという贅沢さ。お風呂の広さも衝撃でした。この広さの浴室を使わなかったのもまた贅沢です。浴衣とワンピースタイプの部屋着と選ぶことができました。2人には多すぎるハンガー。
浴衣を見つけた時はシンプルであんまり可愛くないかなと思いましたが、茶色の帯がなかなか可愛くてテンション上がりました。食事は夕朝食ともお部屋食、ドリンクメニューが豊富にありましたが、なかなかいいお値段なので後ほどコンビニへ。4階の宿泊者専用ラウンジです。静かで高級感のある空間。お風呂上がりにここでぼーっとするのが最高でした。種類豊富なハーブティー、コーヒーサーバーにデトックスウォーター、このオレンジジュースが美味しくて夫が絶えずおかわりしていました。コンビニまでの道は狭く少し危険ですが、歩いて2分くらいなのですごく便利です。フロント前に立派なお土産屋さんがあります。念願の大浴場へ。ホテルニュー淡路本館の2つの大浴場に加え、こちらの淡路夢千景の天球の雫という大浴場も利用することができ、大浴場3カ所を計画的に回らなければなりません。こちらの天球の雫はメゾネットタイプになっていて、海の音がより近くなる1階部分が小萌え温泉と洲本温泉、2階とは屋外の階段でつながっていて、2階はみんな大好きインフィニティ風呂。お湯と海との境目がなくなる光景が本当に美しくて、このお風呂のために来たと言っても過言ではありません。海側のお部屋も大浴場も海が本当に綺麗に見えるので、お天気にはぜひこだわってください。湯上がりラウンジも清潔感があり落ち着きます。入り口には麦茶とコーン茶のブレンド茶のサービス、常温と冷たいお茶が2種類用意されています。ありがたい。バスタオルとフェイスタオルはどの大浴場にも用意されています。ありがたい。5階の女性専用ラウンジへ行ってみます。置いてあるものは4階のラウンジと大きくは変わらず、飲み物の種類が若干少ないのと、女性向け雑誌が置いてあるくらいでした。夕食後に本館にある大浴場へ。あ、そうか、遠いんか。そうやね。途中で外抜けながら3枚。あー、そっか。おー、寒ー。マジ？え、ここしかないの、通路。ここだけが悲しみポイントでした。急ぎます。あ、国生みの湯。本館の大浴場は国生みの湯と棚田の湯の2種類、翌朝男女入れ替わります。国生みの湯は木や自然岩をふんだんに配した国生みの神様の神話をモチーフにした雰囲気ある湯殿です。棚田の湯は名の通り棚田を模した3段の湯船が特徴で、なかなか迫力があるので子供も喜ぶと思います。男女入れ替えで朝に入りましたが、いいお天気で日差しが湯船に反射して本当に綺麗だったので、お天気にはぜひこだわってください。
この日もお天気に恵まれ、インフィニティ風呂からすごく綺麗な朝日を拝むことができました。人は多かったですが、そこにいる全員が朝日に体を向け、うっとりしている様子を見るのもまた癒されました。次回は食事編。夕食の三年トラフグの一本懐石と贅沢な和朝食をご紹介します。よかったら覗いてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。